今回はナイル卓上ストリッパー CST35 をご紹介します。電線を脱皮する際、大掛かりな設備投資はしたくないが、効率よく作業したいという要望を叶える製品です。洗剤を替え刃の間に挟み、フットバルブを軽く踏むと簡単に脱皮作業が行えます。替え刃は最もスタンダードな替え刃で、新線形に合わせて脱皮する R 刃、主に平行二芯、三芯線などの楕円形状の外皮脱皮に使用する D 刃、主に細線の脱皮及び細線複数同時脱皮に使用する S 刃があります。替え刃は原則受注生産品ですが、標準品で RW 刃が2種類あります。脱皮長さを調整したい場合は、腸ネジを緩めて当たりを調整してください。脱皮ストロークを調整したい場合は、ストローク調整ボルトで調整してください。脱皮長さとストロークをうまく調整すると、フルストリップとセミストリップができます。付属品はフットバルブ FB70S が1台、ストレートホース UH2 が1本、六角レンチ M3、M4 が各1本です。お問い合わせは室本鉄工まで。